おはようございます。今日は朝のうち曇り空ですが、9時ぐらいからは暑いようです。帰っておるかね。はい、さら何やっとんの。何言いとんのこれ。暑っ。じゃあじゃがいも掘りに行こうか。トマトも赤くなったんでしょう。ゆっくり歩いて行ってきたで、今から寝ようかな。このご飯はいくらでも食べるんだ。あそこに置いてある。はい、これからじゃがいも掘ります。マシンが喜んでます。何を。私が魚入れてやらなんだら帰ってきて、おら魚もらっとらんって言って、あんなものが欲しいんだな。ほんで、な、置いてっちゃったの。持ってったよ、うん、来たもん忘れたって言って。あ、途中で、うん、入っとるかって言って私に聞いた、うん、一番大事なもの忘れたって言って。はい、はい、じゃがいも出てきました。今年じゃがいもがうんと高いんだって。コトコさんが言ってた、テレビで言ってたっつって。だって弟にさ、人にやったらあげちゃかんよ、高いんだよって言ったら、うんつって。なんか昨日テレビで、どこだったかな、群馬だったか埼玉だったか、向こうの農家の人がナスとなんとかの出来が全然悪いって、暑すぎて、うん、じゃがいもだわ。じゃがいももね、なんでできんのって言ったら、暑すぎてね、気候悪くてできんって言ってたよ、うん、弟が言うにはね。おでかいでっかいのがあるじゃん。それでっかいのがいっぱいある。握り拳ぐらいじゃない、それは。こういうの、なんか、これなんでほんな割れちゃったのこれ。知らんだ。これもなんかあれかね、気候の、雨が少ないとか多いとかの。これぐらいのがいっぱいあるといいけどさ、うん、今こういう小さいの、皮をすぐ剥けるもんで、これで煮てる。はい、こんな感じで、じゃがいも。じゃがいも食べとる？おお。じゃがいもはビタミン C がいっぱいあるで食べねえかんだよ。ほら、あっちもいい感じで赤くなってきとるじゃん、トマト。ん？トマト。じゃがいもこんな感じだな。うん。トマト。うん。取って食べりん。ちょっと取って食べてみて。おいしいよ。この間のやつは虫が入っとったじゃん。うん。もだもでね、捨てたけどね。でかいね。うん、甘くておいしい。甘い？うん、皮硬そうじゃん、うん。ちょっと一口食べさ、一個食べさせて。これがいいや。手を拭いて。なんかすごいパサパサシャリシャリしてる感じがする。あ、きゅうりもちょっとちっちゃいけどもうできてるじゃん。まあ、はい、5本ぐらい取った。何がきゅうり？うん、はい。取れたてトマト。美味しいよ。最初は甘い感じがする。まあこれいいね、今これだけほりゃ。やっぱり皮硬いね、うん。家で作るやつは。うん、それでやっぱりプロの作るやつは違うわ。豆が見てね、もうあとちょっとだよ。何の豆？雨が降る。これ何だったっけ？花咲いてるじゃん。落花生。まあ、落花生か。これがインゲン豆。うん、これレタス。これ何？この間さ、小さかったじゃん、うん、これあと豆がさ、もうほとんど豆が膨らんでくりゃね、うん、なんだっけ、枝豆、うん、まだ豆がちょっと膨らんでないので薄っぺらいですけど、うん、もう形はできてもう1週間ぐらい、この間、うん、あれから1週間ぐらい。1週間ぐらい。あっちもできてる。でもあれもお前食べてみる？どれ？紫。ああ、シシトウみたいなやつね。私はいいけど。どうやってこんな料理する？何に使うのこれ？大和野菜。炒めて食べるって書いてあるよ。じゃあ炒めて食べてみ。加熱すると。加熱すると？
鮮やかな緑色に変わります。え、緑色なのこれ、うん、変わりが、あの辛みは出ることはほとんどなく、黒く、あのほとんどなく真っ赤に完熟させると、あ、これから真っ赤になるんだ、増しますだと、うん、どのタイミングで食べるの、なるのかね、なるんじゃないの、でも木がねちっとも大きくならんからね、いっぺん取ってね、うん、取ってみ、うん、ほんで何これ焼くと緑色になるの、うん、炒めると、ほんじゃ最初から緑色でいいじゃんね、こんなこんなちょっとピーマン買えやへん、あんたのとこは買うけど、もう買っちゃっとるわ今週分は。ほんでそれ混ぜてやれる、あ、レタスはもう玉になってます、コトコさんもう売りに行ったっていうの、玉になって、うん、あ、本当だ、食べれるじゃん、うん、もう買わんでいいよ、あ、じゃがいも刺してこいか、日が刺すと、なんで日が刺すと、あっちもね、これすごい栄養があるんだって、何が、あのこの枝豆、枝豆ミクがよう食べるわ、うん、うん、かぼちゃももうあれを、うん、頭を、あ、受粉したやつ、うん、頭をみんな切っちゃった、ここにスターチナットだらって、ここ1,2,3となって、かぼちゃ、うん、あっちに1つ、うん、うん、3、ここにで6個なったでね、まあいらん、まあ、そこに、そこにもあるでかいのが、うん、これ、これが2番目に大きい、うん、一番大きいやつ、一番大きいやつ、一番向こう、ここにもある、3、4、これでかいじゃん、うん、それが、これ大きい、もう握り拳台ぐらいあります、うん、あそこにもある、あ、本当だ、うん、かぼちゃだらけじゃん、ほんで、ね、あれで調べたらね、もうね先をちぎった方がいいって言ってね、グーグルで、うん、もうグーグル頼りだね、うん、はい、かぼちゃ10個ぐらいできそうです、うん、そうだ、10個ぐらい、10個あれ十分、でもあのこれは小玉だけど、うん、これはうちで巻いた小玉、こんな坊ちゃんかぼちゃは、あの坊ちゃんかぼちゃ、これ、あ、これ坊ちゃんかぼちゃ、うん、全部坊ちゃんかぼちゃ、向こう2本は普通の、あ、うん、はい、それではピーマンをちょっと炒めてみます、ここにもあるよ、あ、ここにもあるじゃん、うん、はい、それでは大和野菜紫唐辛子を調理してみます。先ほどの紫唐辛子、これ中は緑色じゃん、みんなで炒めると緑色になるっつって、これ要はこれ紫じゃなくて緑色が濃くなって紫っぽく見えるってことだよね、きっとなんかそんな感じ、切り方を変えてね、で辛くないっていうか本当に辛くないかな、それは私は唐辛子って書いてあって、紫唐辛子って書いてあるねえ、さあこの色がこの緑、これはこっちは普通のピーマンです、こっちが紫唐辛子、うん、丸高の丸安のだし、あれもお気に入りなの、あれ美味しいもんね、どっち両方でもいいよ、海鮮和風だし、本当はあれを買う、高橋商店の安丸だしお気に入りになったようです、うん、今マセギにもあげる、マセギも私が使ってる、あの下流のね、うん、あればっかりなんだって、うん、だから、うん、今私がうちが使ってるやつ美味しいよってあげるねって言って忘れて、また1週間後にどこへやりに行く、うん、じゃああげればいいや、はい、あれということで今からピーマンとベーコンの炒め物をやって本当に緑色になるか試してみます、で書いたんだって書いたんだよね、書いてあるから緑色になるんだね、なるだろうね、さあ熱を加えると本当に緑になるんでしょうか、いいけど辛いというか辛くないって書いてあったじゃん、うん、この後のデータが飛んでしまいました、紫唐辛子は鮮やかな緑にはなりませんでした、味付けは安丸和風だしを直接振りかけて炒めました。
紫唐辛子、青臭くなく美味しくいただけました。